戦のたびに作戦を考えて指示出して。ああ、どうせ私もね、本当は歴史家になりたかった。自ら戦場に立つのは性に合わなくてね。迷うなかれ、迷いは人を弱く、そなたらには戦うべき理由があろう。あまたの将に接し、その思いを感じたまえ。さすればそなたらの迷いも晴れよう。我が波動の邪魔はさせん。誰にもな、彼らにはそなたらが敵として見えている。まずは戦ってみるがよかろう。小生は彼らの生き様をよしとはせぬ。まあ、これも一つの教訓となろう。俺の番だな。出番じゃない。波動のためにまるで信長公を見ている。無人用とは相入れぬ。わしか信長か、生き残るのは一方よ。似たような人が多そうだね。危険な思想では、似ているようでもみんなの思いは違う。俺の番だな。次はこの者らと戦ってみるがよ。俺たちの家、誰にも壊させやしねえ。そのためなら何でもやってやる。家、俺で言えば父上や兄上。行くぞ。売れねえもんがありゃ喧嘩で解決。ガチ喧嘩だ。守りたいもん見せろや。いつの日にガチってのは天気のどこってのだよな。お前の言う家ってのは何なんだ。必死になって守るほどのもんなのか。そうだ、この大事なもん全部に詰まってんだよ。次は大徳の出番だ。乱を治める器というものを体感したまえ。陣の世を築くため、おお、目を見張るばかりの戦ぶり。あなたは神の国を築いたとして
けだ。の働きよ。あなたならこの戦場も平らかにできよ。切ることが救うことだと思ってるのかな。いろんな奴がいるもんだぞ。傲慢な思想で戦う者たち。たとえその者ら。ねえ、僕と勝負しな。俺を楽しませてみる。負けておれん。我が軍も続くぞ。そなたこそ軍の三国無双と言えよ。試練はこれまで。さて、さまざまな将と接してみて何かつかめたかね。君は人の理想に否定的じゃなかったかい。理想にとらわれたものが争いを生むと。ああ、今もその考え方に変わりはない。空虚な理想を追い求める奴らはボングだが、今俺たちの前に現れた奴らはボングと切り捨てられないような気がするぜ。